チパチあげて、ちっとあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。やすこの職場で1分クッキング。今日もね、山田くんのデスクを借りて、なんと1分で料理を作ります。またかよ。今日は広島の野菜で煮物を作ります。いや、1分で煮物は無理。まずはこちらの大根を。ちょい待ちなさい、やすこちゃん。なんねそのイントネーションは。広島は大根じゃのうて大根じゃろうが。いや、標準語だと大根。この大根は広島で採れた大根なんよ。じゃったら広島弁のイントネーションでちゃんと言わんといけんじゃろうが。これどこの大根？広島のセラ。いや、セラじゃのうてセラ、あれセラ。いや、もうイントでしょ。いいわ、もう次行ってくれ。そしたらこのレンコンを。ちょい待てや、レンコンじゃのうてレンコンじゃろうが。いや、もういいっちゅうの。おいじゃあるかいや。広島で採れたレンコンなんじゃけ、広島のイントネーションで。これ岩国のよ。岩国？岩国、あ、岩国は広島。じゃけ広島のイントネーションで。岩国は山口。岩国は広島、完全に。いや、絶対山口。じゃこれは頼むの。山賊は広島。あれも山口。ではこれに鶏肉を。鶏肉言うなババアか。また見んさいよ。